皆さん、こんにちは。ドラム講師の森田亮太です。今回は、シングルストロークですね。について、動画レッスンを配信したいと思います。シングルストロークの、一番重要なポイントといえば、このスネアドラムの跳ね返ってくる力を最大限に利用するような感じですね。跳ね返ってくる力に手首と指がシンクロしているような状態を作ります。一度やってみましょう。というような感じです。これは、練習としては、まずはその、右手と左手、一つずつ、跳ね返ってくる感覚っていうのを掴みましょう。まず右手からやってみますね。右手から跳ね返りを確認しながらやってみましょう。割と、手首はもうここに残したままで、手首の動きと指の動きをシンクロさせるような感じですね。このまま、腕はこう動かさずに手首だけ。拾うような感じです。まずはまっすぐ跳ね返らせるポイントですね。まっすぐ。まっすぐ。跳ね返らせるポイントを見つけてください。そして、この跳ね返る動作をそのまま。手首と指を使って拾うような感じです。次に練習方法としましては、まずは、シングルストローク両手で叩いた後、片手だけを残していくような感じですね。まずは一回やってみましょう。というような感じです。これを、もう交互。これは、なんて言うんでしょう。片方が、鳴ってるときは、片方が休めるので、ずっと続けられるはずです。まずはこれで、できるだけこう、跳ね返らせる感覚っていうのを、ぜひ掴んでください。そして、それを、なんて言うんでしょう。また別の感覚をこう説明するとすれば、僕の感覚では、シングルストロークを早く叩く時の手の感覚は、もう手首をこう、下ろす動作っていうよりも、横にこう振ってるような動作で叩いてます。こういう感じの動作で、叩いてるような感じです。なので、手首がこう、横に戻ってくる動作が、こう、スティックを拾っている動作になるんですかね。なんでしょう。これは僕の感覚なんで、ぜひ、参考にしてみてください。練習方法としては、とりあえず、もう跳ね返る。感覚を、ぜひ、掴んでください。そして、シングルストロークの16号をこう叩くときっていうのは、右手はこうしっかり動くのに、左手がどうしてもついていかないという悩みは、たくさんいただくんですが、その時のその練習方法としましては、シングルストロークの16号を叩いて、右手だけ抜くんですね。
この時に、右手が入っている状態と、手を抜いた、右手を抜いて叩いている状態を、もう同じ感覚で叩けるように練習をしてみましょう。そしたら、いくらでも早く叩けるようになるはずです。なので、これはメトロノームに合わせながら、この、リズムがちょっと難しくなるんですが、この感覚をぜひ掴んでみてください。といった感じで、今日の動画レッスンは終わりにしたいと思います。また次のレッスンでお会いしましょう。さよなら。